折り紙を使ってアジサイの壁面を作ります。折り紙を3分の1のところで折って9等分にします。9等分にしたら折り紙を中を表にして折ります。少し残して開きます。また半分に折って、少し残して開きます。折り紙の白い方を外側にします。下の方に2箇所切り込みを入れて立体にします。葉っぱの作り方です。半分に折って端っこを斜めに折ります。裏を向けて同じように斜めに折ります。そのまま蛇腹に折っていきます。葉っぱの出来上がりです。みんなで大きなアジサイを咲かせましょう。